ールを取られました。ここで勢いが止まってしまいました。やべえ、どうする。ゴールを取る。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。あー、マジで、なんだろう。ナイスタックル。タッチラインにクリアしました。大島亮太、大島、よし、ナイス。交代があった先のゴールです。素晴らしい。大島よかった。選手として考えていたとは思うんですが、しっかりと期待に応えられる選手はそういませんよ。腕が感じする。いや、大島いいわ。PK での決着となりました。あ、そっか、延長戦ねえのか。じゃねえかよ。これ PK の数値とさ、フィニッシュの数字どっちを優先しないんだろうね。 PK の数値かな。ベテランのトクラ最後にしよう。福森、大島、田川、土井、トクラ、この順番でいこう。よし、うまい、福森。ナイス。右、左。おい、外し、ナイス。外し、ナイス。外し、一球。おい、もう勝ったでしょ。あれ、まだ決まってないのか。これを止めるか、外してくれるかで。よし、当たる、ナイス。なんだよ、その喜び方。当たるのお前。で、準決勝勝って、決勝は何、ミッティランか、デンマークのチームだったかな、ミッティランがね。よっしゃ、決勝だ、絶対勝つぞ。パスが雑、パスが雑、車や。いいパスだ、キラくん。決めて、久保くん。優勝できるぞ。よし。夢の舞台で素晴らしいゴールを決めてくれました。これは大きな1点です。よし。やりました。ヨーロピアンインターナショナル。なんかね。勝で勝利しました。なんとか勝ったね。前回ねの動画で、コメントをいただきまして、KI さんかな。まあ、シュミット・ダニエルは気にしないでください。板倉とかありかなと思ったけど、こいつも川崎だ。レイソルの名前とかいいかも。なるほど。板倉に関してはちょっと俺も使ってみたいなと思ってて。中山どうだったかな、なんかね、別のところに移籍してた気がするんだよね、中山は。まあ、ちょっと後で見てみます。で、鎌田ドミニクさん。コメントありがとうございます。で、鎌田の代わりとして豊川、前の動画で豊川取るぞと言ってたような気がします。言ってたね。言った記憶があるわ。豊川に決められてたもんね、オイペンに相手にね。だからオイペンに勝ちやすくするためにも豊川は取っておいてそうもない。パート7まで来ました。で、ヨーロピアンインターナショナルカップに関しては、ハイライトで、まあ、ちゃちゃっと1分くらいで試合をお見せした通りです。優勝しました。で、まあ、予算が前の
動画の段階だと多分、900万ユーロだったかなが、まあ、1200万ユーロぐらい、1100、1000、まあ10万ユーロ、そうだね、1200万ユーロになりました。いや、これで結構補強しやすくなったんじゃないかなと思います。で、コメントいただいた通りね、豊川を取ろうかなと思います。あと板倉ってポテンシャルいくつだろうね、調べてないけど、まあ、でもセンターバックとねボランチできるし、買ってみよっか。めんどくせえな。まあいいよそれで。ちょっと渋いな。とりあえず選手の数が結構必要になってくると思うんだ。チャンピオンズリーグがミッドウィークに入ってきて試合の日程もきつくなる可能性があるので、よし、で板倉獲得完了ですね。で、あとは、まあ、豊川は後々取るとして、上田か山村もいいかなと思うんだよね。フォワードもできるし、ボランチまでもできるし。あとは柴崎か。柴崎なぁ。でも何これ、100万ユーロかこれ。高えな、それは。それはちょっと取れない。山村取っていいですか。山村取ります。トレードよりもいねえか。いねえよな。接近だけで行こう。82万5000ユーロ。将来性あるの？29歳の選手が将来性あるって言われてんだけど、どう思う？そんなことはないだろう。これぐらいでどう？まあいいよ。使ってみたいから取りたい。うん、これでいいよ。3400。20得点はないだろ、さすがに。20得点ないと思うから、これでいいかな。そう、20はないよね、さすがに。いいよ、これで。もう、誰補強していいか分かんねえ。伊藤純也が欲しいね、俺は。伊藤純也取っていいですか？右サイドがね、あんまりいないんだよ。豊川はもう左しかできないんだ、サイドは。伊藤純也取る。伊藤純也取ります。いくらで取れるのかな。600万ユーロで取れませんかね。850万。850万、マジでうまいってるそれ。
150万か、伊藤。それはちょっと、ちょっとダメ。それは高すぎる。あ、380万円。伊藤達也にしよっか。あ、でもスタミナ54しかねえんだもんな、お前。伊藤純也87もあるの、スタミナ。すごくない？でも伊藤達也取ったらさ、あれだよね。もう、伊藤純也は取れなくなるよね。この夏は。だからそうだ、豊川も取らなきゃいけないから。伊藤達也。スキルムーブ4あるもんね、伊藤達也ね。それは強いよね。まあ伊藤達也つっとろう。彼は使いやすいはずだ、きっと。この定価で取れねえかな、380万で。お、マジで？取るか、これ。悪くないでしょ、これ。これだったら。ね。取りまーす。え、待って、給料高くね？給料高いだろ。14,500 ってお前どんだけ金もらってんの、伊藤達也お前。5年、いいよ5年で。顔似てるね、割と。15試合してるよね。15試合なんで出るだろ、簡単に。あ、8,400でいいの？ありがとう。ちゃんとシントトロイデンの財政事情を考えてくれてる。これぐらいでどうですか？ありがとう。伊藤達也が加入しました。山本小佐美。三島明。え、これ強くね？ 60 と 76？ これは君は加入でしょう。金本健二。石田。うん、微妙。彼はいらない。彼もちょっといらないかな。36読んじゃっちゃダメだな、きっと。ヘディング。あ、フリーキック蹴れる。ちょっと彼はちょっともうすぐトップチームに上げてもいいかもしれないな。この陽介ゴダードって名前すごいよな、これ。トッテナムのさ、サイゴダードがいるから、ゴダードっていうのは名字が、日本にいるって思われてんのかね。陽介ゴダード、これ笑えるわ。え、なにこいつ。パナゴプロス太陽。日本人だって彼。ちょっと面白そうだから、これちょっと、スカウトレポートで回しとくわ。あ、来た、豊川来たね。豊川強えな。ダッシュも加速も速いし、決定力もまあまああるし、フリーキックも70もあんの？うん、とりあえず豊川取りに行こう。岡崎は、あ、岡崎も引退するんだ。33歳で引退するんだって、岡崎は。
豊川を取ります。130万ユーロでどうですか。え、225万、高くね。ちょっと渋ろうぜ。これぐらいでどうですか。話にならない。何言ってんだよこいつは。じゃあいいよそういう。195万か、どうかは。じゃあ6000でいいよ。どうこれで。6000ユーロ。OK。トヨカワ獲得です。冨安がブレーメンからフォア来ちゃう。ブレーメンか。でも冨安もね、リアルにね、ブンデスリーガとかに行ってステップアップしそうだよな。移籍はさせないけどね。俺のこのゲーム内では。とりあえず開幕戦やっていきます。クラブブルージュ戦ですね。うん、どうしようもバイバイ。動画いらない。木田と大島、車屋、富安、黒リッキー。ちょっとベンチ。よし、これでいいだろう。クラブブルージュ戦やっていきます。やべ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 、あ、やめてくれ。ナイスキー。何をやってんの。すげえ、なんかありえないミスしてたね今ね。決定的なチャンスを潰してしまいましたね。木田拓也、来た。伊藤達也来たよ。伊藤、やっぱり決定力が40っていうのが分かるね。今のポストに当てちゃうってあたりね。やっぱり決定力ないんだ伊藤達也は。サイドのスペースが広く空いています。やべ、うわ、ナイスキー。ハタノが、あ、やべ、やばい、やばい、危ねえ。ひでえな、内容が。ちょっと。いや、北川、お前、走れよ、お前、なんで走らねえんだよ、裏に。北川、ここで、やっぱ、本田、右サイドにして、トヨカを使う。しました。惜しかったですね。いや、いいね、久保君がやっぱりエースだよ、このチームの。久保が一番強い。久保でシュート取るぜ。ディフェンスの見事なブロック、スローインになります。これをチャンスとしたい。遠藤航、ディフェンス、北川、お前さ、北川、お、ナイスカット。いや、久保くん。やばいって、これ。いや、ナイス、クロリッキー早い。あいつ、スタミナ切れてんな。カット。クリントン・マタ。くそ、なんだ、クリントン・マタって誰だよ。阿部コーナーだし。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。危な。ゴールキーパーがボールを抑えた。試合終了。0-0かよ、これどうすんだよ。結果はドロー、引き分けです。引き分けで試合終了すぎる。いかがでしたか福西さん。0-0 はさ、ハイライト作るの大変なんだよな。シュート2本しか打ってね。まあいいや、こういう日もあるさ。
はい、というわけでね、開幕戦は0対0のスコアレスドローで終わりましたが、とりあえずパート7はね、ここで終わりにしようかなと思います。残りの資金がね、400万ユーロあるんですけど、まあこれを使うべきか、使わずに一応取っておくべきか、まあこういったところも含めてね、またコメントでアドバイスいただけたらなと思います。で、未だにまだあれなのかな、チャンピオンズリーグのグループのあれは出てこないのかな。チャンピオンズリーグ、まだだね、まだ予選ラウンドやってるんだ。多分これが終わればグループのなんかあれが出てくるはずなんだけどね、チャンピオンズリーグの。あ、もしかしたら、ま、次の動画ではもうチャンピオンズリーグの試合の前日とかそのあたりにまで進めてるかもしれません。はい、まあ多分一応、この、うん。どうかな。まあでもコメント次第では、まあ移籍市場のところでなんか誰か最後にもう一人くらい補強するかもしれないんですけど。はい。じゃあまあここまでご視聴してくださった皆さんありがとうございました。また次回お楽しみに。